はい、こんにちは。こんにちは。なんでそう、こっち。今日ね、はい、今日はちょっと立って。これ草邪魔なんだよ。いや、草いいと思います。はい。ついにですね、はい、ご存知の通り、緊急事態宣言が出まして、はい、まあ、今日はその緊急事態宣言がどうのこうのって話じゃないです。まあ、ただ、はい、ご覧の通り、今日もね、一人もお客さんの前でほぼ遊んでたんですが、このままじゃちょっと良くないので、はい、私は考えました、はい、うん、まあ、みんなのこう仕事、はい、あった方がいいでしょ、あった方がいい、お前と今日は休みだわとか嫌でしょ、はい、なので黙って待っててもお客さんは来ないので、はい、素晴らしいものを僕用意しました。何ですか？こちらです。いやか、これで食べ物を作ってお客さんがいるところに運べばいい。ああ、絶対売れない。いやもうそれしかないでしょ。これ超絶ダサい。大丈夫、これからめちゃめちゃおしゃれに可愛くしていくので、はい、期待しててください。わかりました。これ作るの春日。これじゃあダメなんでしょ。はい、ダサいです。じゃあこれ変えるから。はい、まっすぐ変えるから。おう、すぐ見ててね。はい、せーの。あ、ほーら、これだ。ちょっとだいぶ良くなったでしょ。はい、これだいぶ良くなった。すごい、すぐでした。おう、すぐ変わった。これまだ次のステップあるあるんだ。またせーの。はい、あ、これでどうですか。早い、すごい、かわいいですね。で、ここにね、実はパラソル立つ。おー、パラソル、おしゃれね。これで、ここまでおしゃれに可愛くしたらいいでしょ。まあ確かに。あとほら看板も作るから。あ、これなら売れそうです。これで、はい、予定では釧路って三沢山市、夕日が有名なので、はい、結構カメラ撮り、カメラで写真撮りたり、はい、観光客、観光客で彼氏彼女で仲間とかするんで、はい、そこにこれをコク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 って言って飲み物、あったかい飲み物とか、はい、暑かったら冷たい飲み物とかいいんだけど。はい、どうぞ。で、はい、三沢山市、みんなで観光客とかいて、その夕日の時間に、はい、もうね、名前が決まってんの。お、夕暮れバボン。おー、書いてます？え、ここに書いてない。あ、看板に、看板に、看板に書く。これから看板に書く。あなたが作る看板。あ、わかりました。これ、春日担当だよ。あ、夕暮れバボン。夕暮れバボン、春日担当。今日出勤だから春日が担当になります。わかりました。はい、というわけで、春日がもっとおしゃれなのが、本当はね、はい、さっきのやっぱいいから、いけるからって思ったんで。絶対売れないです。そこまで、はい、ね、まあ、新しいことをチャレンジするよっていう話ですよ。はい、そうですね。そう、なんか新しいことをチャレンジしないとさ、つまんねえじゃん。つまんない。つまんないよ。お客さん来ねえなとか言ってただ待ってても。新しすぎますけど。そう、はい、これ俺もやったことないわ、これ、うん、これいいよ、これな、かわいい、まあ、かわいいです。というわけで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、行くんだよ。はい、3対1。え、文字いいですか？